はい、こんにちは、内田ゆまです。それでは本日はこれからアプリ開発やプログラミングを学びたい人に向けて、どんなプログラミング言語、フレームワーク、ツールを学んだらよいかというのを診断していきたいと思います。やっぱりいろんな人がいていろんなニーズがあると思いますので、最後の方でフローチャートで診断をしていきます。ですので、いろいろお話を聞いていただいて自分に合うツールを見つけてください。この動画を見ていただきますと、今から何を勉強したらいいかわからないということにならなくて、頭をすっきりさせて勉強を始めることができますので、ぜひとも迷っている方はご覧ください。それでは本日このような内容でお話をしていきたいと思いまして、いつも通り結論、こちらからお話をしていきまして、データベースの話をしていきたいと思います。そしてその後診断ですね。はい、で最後に明日から皆さんができることということでお話をしていきましょう。ではまず絶対に最初にやってほしいのはデータベースの基礎なんですよ。もう普段こう本とか必要ないし、体系的に学ぶ必要はないと言いまくっている僕でも、これだけは本とか、あとはユーデミーのコースとか買って体系的に勉強をしていただきたいので、おすすめのコースを概要欄に載せておきます。後ほどご覧ください。もうこれはデータベースっていうのは、どんなアプリケーションとかツールであっても絶対に必要になってきます。なんならエクセルを使うだけでも必要になってきますので、もう何回でもしつこく言うんですけど、リレーショナルデータベースの基礎だけは絶対に学んでください。ということで、まあ、データベースの話ですね。まあ、なんでかっていうと、基本的にどんなツールであっても、まずはデータベースが一番軸になっていて、そのデータベースをアプリケーションとしてどうやって表現するかっていうのが、まあ、アプリの本質です。なのでデータベースの知識がなくって、いくらこの上っ面だけ勉強しても本質を学べないので、絶対に誰が何と言おうとデータベースは最初に勉強してください。ということで、ちょっと熱苦しくなってしまってすいません。次に進んでいきましょう。ではですね、これから学びたい3つのカテゴリーがあるかなと思いましたので、おそらく今これを見てくださっているあなたはこの3つのカテゴリーのどれかに当てはまるんじゃないかなというふうに思います。まあ、3つは PC とか業務メインで使うウェブアプリ、そして皆さんお使いのスマホアプリ、そして3つ目はクラウドインフラですね。まあ、いわゆるクラウドサーバーとかそういったもので、 AWS とか Amazon の AWS とかGoogle の GCP とか Microsoft の Azure とかが有名ですよね。まあ、インフラエンジニアっていうカテゴリーも、まあ、結構熱いというか安定感がある職業なので、これ学びたいかなと思う、これ学びたい人もいるかなと思いまして、この3つのカテゴリーを分けてみました。では次はもうちょっとこの3つのカテゴリーを細分化して見ていきたいと思います。はい、まず、ウェブアプリですね。ウェブアプリを学ぶ際のおすすめとしては、このリアクト系の、まあ、主に JavaScript をやっぱりメインにしてほしいっていうところですね。まあ、この動画を作るにあたって、2022年のスタックフローデベロッパーサーベイという、まあ、世界的なこういった技術とかフレームワークの調査をしたようなアンケートを僕は利用しています。これ毎年発表されるんですけど、ちょっと英語なので今ここには出しません。まあ、ですが概要欄にリンク貼っておきますので、元データ見たい方はぜひ概要欄からご覧ください。はい、やっぱりウェブアプリ系だと JavaScript がめちゃくちゃ強いんですよ。もう僕もこれ一強だなと思っていて、あんまり他のものは勉強しておりません。なのでこういったフロントエンドとサーバーサイド両方 JavaScript で書ける環境がありますので、やっぱりウェブアプリの方は JavaScript を学んでいただくのがまず最初かなというふうに考えております。まあ、こういったフロントエンドとかサーバーサイドの話わからないと思うんで、後で補足をしますので、もうちょっとお待ちください。そしてもう一つのパターンとして、バブルっていうノーコードツールの選択肢も僕はあると考えております。このバブルっていうのは、まあ、基本的にコードは書かないんだけど、こう画面をポチポチやりながら自分でパーツを組み合わせてアプリケーションを作っていくような仕組みなんですね。でもちろんこれもデータベースがあって、データベース学ばないとダメですよ、ノーコードって言ってもダメですよ、学ばないと。で、今回なぜこう書く方と、ノーコードの方両方紹介しているかっていうと、やっぱり純粋に知識が学びたい人っていうのと、もう稼ぎたい人、結構これに僕は分かれるなというふうに考えています。なので今両方紹介しているので、ちょっとフローチャートで分かれる形になりますので、まあ、ちゃんと学びたいというか、技術的に、技術にしか興味がないって人は JavaScript でいいですし、やっぱり実務面で活躍したいっていう人はまずはノーコードが入るんじゃないかなというふうに考えております。では次行きましょう。モバイルアプリです。モバイルアプリもやっぱり今クロスプラットフォーム開発が主流になってきております。クロスプラットフォーム開発というと何かっていうと、これまでは iOS と Android を別々のコードを書かないといけなかったんですけど、それを1個のコードでやっちゃおうっていうのがクロスプラットフォーム開発です。
今有名なのだとリアクトネイティブやフラッターというものが有名なんですけど、僕はリアクトネイティブの方をお勧めしております。で、このリアクトネイティブなんでいいかっていうと、先ほど紹介したこのウェブアプリの部分のリアクトと結構被る部分があります。なのでこのリアクトネイティブを学んでおくと結構応用が効きやすいな、ウェブアプリの方にも行きやすいなっていうことがあって、僕はこのリアクトネイティブを推しております。で、このリアクトネイティブ、まあ、もちろんやっぱり先ほどお話しした例えば Swift っていう言語があるんですけど、この Swift を使うと iOS アプリしか開発できません。まあ、しかしながらその Swift を使うと iOS にもうバッチリとめちゃくちゃクオリティの高いアプリは作れるんで、まあ、時折必要になります。まあ、しかしながらこれから学んでいこうっていう方は、まあ、自分の道を狭めることになるかもしれないので、やっぱりリアクトネイティブでこう触れる道の幅を広げた方がいいよなということで、僕はリアクトネイティブをお勧めしております。そしてノーコードだとこのコデュラーというものがあって、まあ、そのうちちょっとなかなかやるやる詐欺になってしまってるんですけど、コデュラーの、チュートリアルも作りたいなと思っておりまして、こちらは完全無料で始められるノーコードのアプリ開発ツールです。まあ、ちょっと残念ながら Android にしか対応はしていないんですけど、今後日本でも Android ユーザーがどんどん増えていくと考えておりますので、アプリを作りたい方はこのコデュラーを学んでおくと結構いい勉強になります。まあ、ノーコードって言っても全然おもちゃみたいな感じじゃなくて、結構いろんな機能があって割と難しめのノーコードです。なのでまずノーコードでやってみたいっていう方はコデュラーをおすすめいたします。では3つ目、インフラですね。もうこれは答えが完全に決まりきってしまっています。答えとしては AWSに Docker の知識をプラスしてください。もしそこで余裕があったら Kubernetes もやってください。もうこれです。今、まあ、過去は例えば AWS の EC2 と呼ばれる普通のクラウドサーバーを触れれば、まあ、AWS できるというふうに言えた時代もありましたが、もうそんな人は5万といます。なのでこれから学んでいく人っていうのはコンテナ技術っていうのが確実に必要になってきます。まあ、コンテナ技術って何かっていうと、アプリケーションをよりパッケージ化してコードで全部表現できるようにしたのがこの Docker なんですね。そしてそれを本番環境とか、例えばサーバーへのアクセスが増えたからどんどんスケールアップしましょうよっていうにも対応できるようにするツールが、この下に書いてある Kubernetes です。なので、まあ、この3つを学んでおくと結構今っぽいインフラエンジニアのスキルセットになります。まあ、なので結構これもなかなか難しい技術ではありますが、ユーデミなどにたくさん講座がありますので、ぜひインフラの方を目指したい方は AWS の上に Docker と Kubernetes を乗せて何かアプリケーションを動かしてみる、まあ、コンテナ基盤で作ってみるということをお勧めしております。ということで、まあ、こういった3つのカテゴリー詳しく説明をしてみました。ではちょっと補足として、このサーバーサイドとの連携がよくわからないっていう声をよくいただくので、ちょっと図解をしてみました。先ほどお話ししたリアクトネイティブもしくは Swift なんかはこちらのスマホアプリの皆さんが触る部分、こちらを作るような言語なんですね。そしてサーバーサイドといった Node.js と呼ばれるものは、こういった AWS みたいなサーバー上で動く言語です。で、これ何しているかというと、実は役割分担がしてあって、あくまでこういったリアクトネイティブとかフラッターで作れるっていうのはこのコントローラーのスマホアプリの動く部分だけなんです。その後のデータをいろいろ処理したりっていうのは、こういったサーバーにあるデータとの連携が必要になってきます。なのでイメージとしては、 AWS 上にこういったサーバーサイドで動く言語とデータベースがあって、例えばそうですね、 Twitter だったら投稿するっていうふうにタップした時に、じゃあこの Node.js の方に命令が行って、データベースに新しいデータを入れなさいよというふうに命令が行くんですね。そうすると Node.js がそれを SQL 言語というものに変換をして、データベースにデータが入ります。そしてじゃあデータを入れたので、このタイムライン一覧を更新しなさいねっていう風な命令が今度 Node.js から返ってきて、そして自分のしたツイートがこのタイムラインに出てくるといった、こういった仕組みなんですね。なんかこう使っている側からするとスマホアプリ上だけで完結しているように見えるんですけど、実はネットワークを連携してこのように AWS みたいなサーバーの中にあるデータベースとやり取りをすることによって、ツイートをしたデータが入ったり、もしくはタイムラインを更新した時に新しいタイムラインが出てきたりしますよね。そういったものも全てこういった3つの役割が連携して行っているので、よく話に出てくるフロントエンドがこっち、そしてサーバーサイドがこっち、そしてインフラエンジニアがこの AWS っていうサーバーの仕組み自体を作る人ですね。なのでどれが欠けてもアプリとしては成立しません。
全部重要になってきます。まあ、なのでこの中で全部重要なので、結局は自分の興味のあるもの、好きなものをやってみるっていうのが僕の一番のおすすめ方法になっておりますので、まあぜひですね、まあ、いくつか触ってみて気に入る部分、自分が書いて楽しいもの、やっていて楽しいことをやっていただくのがいいんじゃないかなというふうに考えております。ではいよいよお待たせしました、こちら診断チャート、意外とシンプルになりました。ではですね、まずあなたに合った学習対象を調べていきましょうということで、まず最初はもう単純に純粋に技術が好きなのかっていうのか、それともそういった技術を使って稼ぎたいのか、ここで分かれてまいります。まあ、稼ぎたい人ごめんなさい、稼ぎたい人は下、そうじゃない人は上ということで、あとはモバイル向きか、あとは PC 向きが好きっていうのもあって、でまあ、モバイルが好きならリアクトネイティブとノード JS を勉強していただいて、そしてそのノード JS を AWS に載せて自分の API サーバーとして作って一つスマホアプリをリリースしてしまいましょうということですね。で PC 向けであるならばリアクトでフロントエンドを作ってノード JS プラス AWS で API サーバーを作って、まあ、今風のシングルアプリケーションSPA と呼ばれるんですけど、シングルページアプリケーションですね。このシングルページアプリケーションを、まあ、作ってみてはいかがでしょうというような提案をさせてください。で、稼ぎたい人だと、まずこれからプログラミングを始める段階だと、こっちに行っちゃうとですね、膨大な時間がかかってしまいます。やっぱり稼ぎたいってなると、スピード感っていうのが非常に重要になってきますので、その場合は、もう僕の場合だとノーコードをお勧めしちゃっています。もう多分開発時間だと多分10分の1ぐらいで済むからです。なのでスマホアプリで稼ぎたい人っていうのはコデュラーで、まずは Android 向けに広告を使ってマネタイズする方法を考えてみてください。この前の動画、こっちに今出しているサムネの動画なんですけど、これで広告に向いたビジネスモデルなんかも発見したので、よろしければ見てみてください。そして最後ですね、受託開発で稼ぎたいっていうパターンもあると思います。お客さんに何か便利なアプリケーションを作ってあげて、そこでお金をもらいたいっていう場合は、やっぱりバブルである程度最初プロトタイプバブルで作ってあげて、ある程度コストと時間を抑えて出してあげるっていうのが僕はベストな回だと思いますので、ぜひバブル勉強していただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。このようにあなたに合うものを選んでいただいたら、もう迷うことなくそれぞれの技術に向かって勉強をしてみてください。これからこの診断チャートが皆さんの方向性に役立つことをお祈りしております。ということで、明日からできることと、まずはこちら体系的にデータベースを学んでいただきたいです。こちらちょっと僕のコースじゃなくて恐縮なんですけど、この平松さんという方がユーデミーでめちゃくちゃわかりやすい MySQL の講座を出してきました。この MySQL はデータベースの中でも一番メジャーで、一番シンプルなもので、まず僕は MySQL から学んで間違いないと考えております。なので、この平松さんのコース、こちらも概要欄貼っておきますので、ぜひ、ユーデミコース、安い時にセールに買ってみて、まずはデータベースの勉強をしてください。しつこいようですが、データベースがすべてのアプリケーションのベースになっています。はい、そしてそこまでできましたら、じゃあやっぱり何か作ってみないといけないよねっていうことで、でもそれにはアイデアが必要です。そのため今度はこれ僕の YouTube の動画なんですけど、このアイデアを出す方法っていうのは30分ぐらいの動画になってしまいますが、こちら無料で公開しておりますので、まず何か自分のビジネスでもいいですし、それこそポートフォリオでもいいので、まず何か自分のアイデアでアプリケーションを作ってみてください。はい、なのでここができたら、いよいよ先ほどこちらのフローチャートでお話しした部分ですね、このフローチャートでお話しした部分を使って何かこの考えたアイデアを実装していくという段階に入っていくことがあなたにできることです。ということで、はい、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。やっぱりこれからの時代、いろいろ円安とか、様々な時代変化がある中、自分で稼ぐっていうのが一番僕は人生を楽しくしていくコツだと思っています。なのでそういった方向けにメールマガジン配信しておりますので、こちらも概要欄にあるもの、ぜひご興味あれば見てみてください。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。これからもこういった内容をガンガン YouTube で配信していきますので、何かリクエストなどありましたらコメントいただければ幸いです。質問も気まぐれで回答しているので、回答する場合もありますし、回答しない場合もありますが、何かあったらですね、コメントいただければ幸いです。ということで、今日もここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。